私は警察官のリサです。この殺人事件の担当です。あなたが死体の殺傷の派遣者ですね。この事件の主催にご協力をお願いします。もちろんです。まず周りの環境を見ましょう。じゃあ私が案内します。はい。ここは日本大学の学食の一つです。朝ごはんも昼ごはんも晩ごはんも安いです。そうですね、どれも美味しいですね。やはりかアルカも知れません。あ、レシートをお借りしますか。僕のレシートですか。はい、そうです。ここは図書館です。本がたくさんありますよ。そして時間以外に24時間あります。学生は毎日夜まで24時間勉強します。そうですか、ここはいいですね。でもこの事件に関係がありますか。ここは新留所です。一個大学の学生と教師はここで一緒の診察を受けられます。料金は15ドルです。いいですね、本当に安いですね。はい。あれ、何これ。え、いいの。え、ここは体育館です。学生はここでスポーツをします。例えば、ジム、バスケット、バドミントンなどができます。学生にはいい娯楽です。そうですね。この一番ですね。予約のレポートをチェックしませんか？はい。え？見んの？え？